秋田県道、岩手県道318号八幡体公園線は、秋田県仙北市から岩手県八幡体市に至る一般県道である。愛称は、八幡体樹海ライン。松川温泉と八幡体頂上を結ぶ観光道路、愛称八幡体樹海ライン。沿道には、富士七温泉や、下総スキー場がある。陶器は、 積雪のため8万体アスピーテラインと共に閉鎖される。なお、当線の一部区間は、下層スキー場のゲレンデと交差しており、春から秋はリフトの下を通る。318号線と北北東から望む、不岳冬季閉鎖は、11月下旬から翌年4月中旬まで通行止めになる。毎年冬季閉鎖期間が終了する4月下旬には、 開通式が行われ、八幡平アスピーテラインとともに、雪の回廊として観光できるようになっている。秋田県側の管理は、東京道が通る仙北地域振興局ではなく、便宜上数の地域振興局が行っている。八幡平アスピーテラインと合流するピークの、見返り峠から、松川地熱発電所がある、松川渓谷を抜けて、 東北自動車道の松尾八幡田インターチェンジ方面へ行くことができるルートであることから秋の紅葉シーズン中の八幡田やスピーテラインの抜け道としての利用価値が高い。アスピーテラインほどの展望はなく中速コーナーと直線が連続する道路が深い森の中を走る。岩手県と秋田県の県境になる最高標高の見返り峠から八幡田やスピーテラインより分岐して 南東方向の岩手県側に下る山岳ルートは、最初の数百メートルだけ、秋田県側を走る。八幡体樹海ラインの名の通り、道路は奥深い原生林の中を貫いており、麓ほど木々の密度は増してゆく。また、春先の冬季閉鎖解除直後は、八幡体アスピーテライン同様に、雪の回廊状態となる。見返り峠から2キロメートルほど進んだ沿道に富士。 7温泉がある。木々の葉がない春先は、縁望が利き、秋は紅葉の名所としても知られている。終点付近には、江戸時代から歴史ある名刀で知られる、松川温泉がある。八幡大樹海ラインに関するカテゴリー。ありがとうございます。